優雅さんに私のブラシは手洗いしてほしい。絶対もう男だよ。なんでなんでブラジャーを手洗いしなくちゃいけないの。洗濯機で別に洗濯すればいいじゃん、別に。んなの。意味わかんない。なんで俺がいちいち人の下着をさ、手洗いしなくちゃいけないの。ブラが痛むから。いいじゃねえか。そんなの、買えよ、ブラが痛んだら。買えばいいじゃん。そんな、何千円かなんだから。何デート代は男が全部出さないといけないから、そのさ、もう古いよ、その風習が。今は男女どっちが出すとか関係ないでしょ、割り勘にもするし。なんでそんなのに、ね、デート代は男が出さなくちゃいけないからって。なの。リカピーみたいな考え方ですもん。トロカフェじゃない。っていう何カップもあるわけねえだろ。ワールドカップだよ。何緑んちと俺んちって1キロ圏内なの。今日もかっこいいやれてます。誰か来週俺とデートしていねえかな。来週つか今週末。かっこいい、ありがとうございます。イケメン。メイメイいいじゃん。メイメイだから知らねえんだって。割り勘で OK ですか？待てよ。デートするのに最初から女性の方と話で割り勘でいいですかって言われたら萎えるでしょ。それは。最初からそんなデート来週しようかって言って、デートしたいあり得る。デートしたいって言って割り勘でいいでしょうか。ちょっと萎えるよ。俺もパイセンとデートしたい。モコちゃんって誰よ。ゆうかさん出してもらえるんですか、おか。何そんな俺に価値がないの。ちいちゃん、俺に価値がないの。そんなさ、デートを俺とするのに、俺が出すとかさ、割り勘っていう。この、俺とデートするんだよ。ないの。誕生日プレゼント5月よ。パパ活やだよ、なのパパ活、うん。デートしたい。だってあれリアル中でしょ、リア充、なんで俺が出すんだよ、金ないのに。あの、財政力がある人がいいよ。ノーパンノーブラで行きます？行かなくていいよ。リア充とか関係ない。ダメでしょ。あり得る。リア充なのに他の男と、ね、あの、デートしたら。あり得るか、メイメイ。他にもいるでしょ、他にも。デートなら、いや、どこでもいい。どこでもいいわ。おごりは申し訳ない。なんかない？どこでもいいよ。その、温泉とか行きたいね。でも温泉なんかさ、本当にさ、お金余裕がないと無理でしょ。メイメイさんでいいじゃない。メイメイ誰かダメなの分かんないって言ってんじゃん。元気よ、元気。この2日間、3日間でちょっと気持ち切り替えたから。うるせえ出て。やだ、俺。ねだってやだよ。メイメイさん何歳だろうすか。やでしょ、メイメイさんみたいに、こんなうるせえ出て、もうどうでもいいわとか、そんな風に言う人やでしょうよ。怖いでしょ。発狂しだして、いきなりメイメイさん。そんな女性やでしょうよ。25歳は知らないよ。知らないよ。25歳だろう、なんだろう、怖いよ。
ねえめえ、そんな、なんかいきなり怒り出して、なんか、彼氏気取り、彼女気取りみたいになって怖いだろうよ。うん、本当に。この話は新しいスマホじゃない。ちょ、LINE 交換来たんだよ、勝手に。うん、やだ、俺、てめえとか言われる女性嫌でしょ。俺、そんな女性と付き合ったことないよ、てめえとかね、言う女性と。うん、怖い、怖いでしょうよ。なんかさ、コメントの書き方がさ、コメントの書き方が俺の彼女みたいな書き方じゃない？俺の彼女で付き合ってる人で、なんかこれから別れる人みたいなさ。本当に。ツイコールしないよ。一応キープしとけ。何があるか分かんないから。いや、俺こんな強気の人付き合いたくないって。まず、もうコメント上でこんな強気なんだから、もう付き合いたくないじゃん。だってその場で。まず、もうやだよ。会う前にうんざりだよ。あたしがどんだけ熱いやつか分かる。いらないよ。怖い、怖いもん、そんな人、俺。しかもこの人ね、LINE の名前がナチョスさんっていう名前なんだよ、ベイミーさん。怖いよ。完璧に。情熱的、ちょっとね。ナチョス、ひらがなでナチョスだった。ひなのいらっしゃい。だってしかもめいめいさん、おめえをやいが守るわって書いてる。おめえをねワイガじゃなくてねワイガって書こうと思ったんだろうけど多分ね。そうそう、やいが守るわって書いてる。うん、しかも、さっきから通話来てんだけど、出れないって言ってんだから。うん、ナチョスって、あ、フワッチの配信者だろ？え、マジで？そうかもしれない、じゃあもしかしたら。そのナチョスっていう人、LINE の名前がナチョスっていう名前になってたから。うん、売名じゃねえかよ。売名。ニャソス、かわいい子なの。おばさんなの？ナチョス。やだよ、そんなの。ババア。なんで俺、ババア相手にしなくちゃいけない。ババアに時間使うのもったいねえじゃん、超。清楚系ナチョス。だってババアなんでしょ？いくつ？ギャルっぽい子なの。ババアではないの？ナチョスさんは？いくつよ？今見てきたけど普通に可愛い。今やってんの放送。30歳？あれ、メイメイさっき25歳って言ってなかった？違う、待ってよ。メイメイさっき25歳って言ってなかった？サバ読んだ？もしかして。さっき確か25って言ってたよね。ね、30歳ってついに上げたよ、年齢。5歳サバ読んでたよ。5歳。やられすぎでしょ、それは。5歳は。25歳と30歳、響き違うからね、完全に。これ。ふわっちのナッチョスなら40近い。あ、してないって、じゃあ違うって。ちょ待って、めいめいさんのちょっとプロフィール見てみよう。ちょ待って、ツイッターのプロフィール見てみるから、めいめいさんの。あ、いたいた。2023年4月から。
金杯リスナーじゃねえ。どう、ねえねえ、この人金杯リスナーだよ、どう。金杯リスナー。人の写真を無断で配信上で写す行為は名誉毀損になります。被害者ずらするのやめてくれないかな。こっちが被害者なので、ほんとひどいよね。思い出したくない過去はすべて捨てる。人のこと悪く言う人って大嫌い。ちょっと、あれだな、メンヘラ体質だな、ちょっとな。ちょっとメンヘラ体質だな。ちょっと。だいたい金杯の放送好きな人って女性はメンヘラ体質の人多いよね。メンヘラ体質の人。金杯リスナーは。怖いもんだから。金杯のリスナーって聞くと。ちょっとゾッとするもん。ツイッターもやばい。そうそう、基本ブル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 コメント打ってるだけだから、うん、一度電話出てやだよ。だから出れねえんだって、放送外じゃないと。じゃあいいや、ツイコール上がってよ、ツイコール、ツイコール、ツイコール、いやツイコールだから、ツイコール。あ、来た。もしもし。はい、いらっしゃい。ゆうさん。はい。大丈夫だっしょ？なんだろう、弟めしちゃった。え？あなたのこと弟めしちゃった。あ、そうですか。ありがとうございます。大丈夫、大丈夫。悪いけど、はい。悪いけど、ゆうかさんが、12年前ぐらいから、はい、放送してるの見てますから。あ、そうですか。ありがとうございます。はい。はい。あの、ここにいる、クソパワードモードとか、クソパワードモードよりも、私、フルカブなんで。メイさんっていくつなんですか？ユーグさんと同じぐらいです。46？ いやー、それよりは若いわ。ごめんなさい。40代。でも、顔見せると、40に見えないと。見えないと。もっと若く見られると。うん。おー。29ぐらいに見えると。29。え、でも実年齢30歳なんじゃないのだって。実年齢40です。40？ 嘘、さっき30って、さっき25って最初言ってた。どうでもよくない、そんなこと。30って言ってて。てか、匿名で書いてるクソどもが、どうでもいいと思ってんのね、ゆうかさん。だって、それはやりすぎでしょ。25から30行って、30から40って。どうでもよくない。ゆうかさん、とりあえず、今配信してるのはわかんすけど。はい。ちょっと一回、LINE で繋がりたいんですよ。あ、わかりました。はい。後で追加しておきます。お願いします。はい。なんでかっつうと、うん。ゆうかさんの配信ずーっと見てきたんですよ。あ、ありがとうございます。何十年も。ありがとうございます。10年前、ニコ生時代から見てきてんすよ。ありがとうございます。でも、金杯リスナー。ここにいる匿名さんとか。でも、金杯リスナーでしょ？いや、金杯リスナーではなくて、金杯さんをフォローしてるだけであって、金杯さん、ヨッサン、もちろん、うなちゃんマン、死んじゃったけど、もちろん分かってます。とか、鮫島さんとかいたじゃないですか。課金税の月のことを知らなかった人を、今ね、この配信会で、なんかもう課金税しかいないじゃないですか。そんなやつがムカつくっすよ。わかります？ちょっと、ババ、なんでババ、ほんとになんであげたらお前、年齢バグりすぎじゃねえか。
年齢がよ。なあ、25歳とか30歳って言ってるから若いかと思ったけどよ。ね。ただのババアじゃねえかよ。なあ。なんでババアしか寄ってこねえの？じゃあマジで。40はちょっと、結構ババアだよ。いや、マジで。やっぱ30代前半、ふっていらっしゃい。30代前半じゃないと。いや、40代はちょっと俺がやだよ。せいぜい30代前半。ババア言い過ぎ？新吉ぐらいね、ちょっとコメント上可愛いとね。まだね。あれだな。俺の理想は、26歳から、35まで。40で、あの話し方は痛かった。やばいでしょ、よ。50は嫌だよ。美人でもダメ。可愛い子、子供がいい。おめえ押してきた？いや、めいめいね、なっけ？月さ、10万円ぐらい投げ銭か、こうやって飛べばさ、めいめいから飛べばさ、それは俺も気持ちがいくかもしれないけど。いやいや、私39なのね。一個しか変わんねえじゃん。39も40も変わらないよ。もう、39って言ったらもう40だよ、もうほぼ。そんな。29歳って言ったらもう30歳。とりあえず食うんで試してみろ。もう40代の腐ってる納豆の匂いがするよ。簡単に。そんなの。いや、だって、年齢が25歳から30歳になって、30歳から39歳になっちゃうんだよ。怖いでしょ、そんなの。ねえ、25歳って聞いててさ、付き合ったらさ、実際は30歳って言い出した、30歳って言い出したと思ったら、次39歳って言い出したら怖いでしょ？23でシングルいいよ。全然。全然いいよ。子供がいるかいないは俺にとってね、何の問題もないから。ちょっとごまかしすぎでしょ。年齢。25歳がさ、25歳のピチピチのギャルと思ってたらさ、蓋を開けたらさ、39歳のババアだったら参るでしょうよ。嫌でしょ、それは。25って聞いてて、ウキウキで会いに行ったら、実際は39のババアだったら、どういうふうに思う？みんな、会った時ショックじゃない？逆に39って聞いてて、25歳のね、若者だったら喜ぶよ。37の人妻ダメです、完全に。この子供面倒見る、全然。子供面倒見ますよ、俺は。子供好きだから。よもババアだろ。よちゃん？よちゃん？よちゃんババアじゃないよ。うん。よちゃんは。よちゃんの娘さんが俺の、次期嫁さんになる予定だから。一応予定ではね。もう、お母さんには許可もらったから、お母さんには許可もらったから、次期旦那になるから。私、踏み台にすんの。踏み台ではないでしょ、別に。踏み台ではないでしょ。俺が世とネット上で知り合って、娘さんと知り合ったんだから、そうそう。だから、別に踏み台ではないでしょ。世をきっかけに、お母さんをきっかけに、お母さんと知り合ったことによって、娘さんと知り合った。ね。何の違和感もないでしょ。なんて人妻はダメなの？問題になったらめんどくさいから。ちょっと部屋戻る、部屋戻る。寒い。娘さんを路頭に迷わせる気？そんなことないだろう。普通に。キープだ、キープ。なんで俺キープばっかいるの？なら交換条件で若いイケメン紹介して。いいよ、いいよ。
あ、ってことは、よ、それは世の自分の娘さんが可愛いと思ってるってことだな。あ、上層でヒゲもくらいらっしゃい。風邪ひかないね。そうだね。一回ちょっと部屋に入る。寒いから。すごい外寒いよ。マジで。よっちゃん、よっさんは、勃起してきたら知るわけねえじゃん。同じ顔だよ、私と。そんなことないよ。よっちゃんの娘さんでしょ？よっちゃんの娘さんは、特別、なんか、目元とかが化粧とかで目立ってる感じがしない、普通にあれだよね。美人、どちらか、まあ、可愛い、まだ若いから可愛いけど、美人、どちらかというと美人系かな。顔立ちはね。金引っ張れるからいいだろう。金引っ張れないよ。どこで結びた？新潟のキャンプ場で。うん。娘さん普通に可愛いよ、あれ。普通に。モテるだろう、あれは。俺が若かったら狙ってるもんな。だから俺が若くないから、そう、俺が若くないからさ、あれだけど。まさかの次はリスナーの娘さん。ほら、サポートする、あれだす。ちぐしょ。ダメだね。まさかの娘さん、ね、リスナーの娘さんって言ってるけど、ね。そもそも配信者だから。新規実験もさだいま。そう、世の娘さんは配信者だから。そう、一応ね、ライバーだからさ、TikTok で配信やってるから。ただいま。新しいスマホまだ来てないよ、ヒゲモグラ。明日か明後日。公演、なんで、公演配信別に楽しみにしてる人いないでしょ？は？公演終わりかよって。ご飯、公演が一番面白かった。別に公演何もやってないでしょ？公演配信って。歩いてるだけじゃんってな。公演別に笑いどころはないでしょ、別に。あ、ここの公演が楽しい、ウキウキするなとか。楽しみ意味わかんないでしょ。公演3、4箇所回ってるだけで。なんで今日イケメンなの？イケメンでしょ、うん、イケメンって言う割にはさ、誰からも声かかんないよ、俺。閲覧減った自宅であるわけないでしょ。別に公演関係ないでしょ。今日ちなみに、ね、今日時給1000円。今日は1時間17分やって、今1000フェイだから。お前はパンダ公園にいるとき輝いてる。パンダ公園ね、パンダ公園遠いんだよね、ちょっとね。よし。放送終わるか。来週からちょっと本気出すから、来週から。来週から本気出して配信やるから。来週から。でも今週はぼちぼち。まあ、ツイキャスも TikTok もぼちぼちでやる。もう来週からもう完全に TikTok、もうバッチバチに。めいめいと通話しないよ。もうさっき声聞いちゃったじゃん。もう完全に。39のババアの声だったじゃん。嫌でしょ、それは。キープ、嫌だよ、キープもいらないよ。年が行き過ぎ。ムクムクしないよ。年、ババアだろうよ。俺、ババアダメなんだって。ダミ声の。ジジイなのに、そう、ジジイなのにダメ。めいめい寝るって気持ち悪いよ。もう39になって寝れないで、さすがに。歳を考えて。
恥ずかしいでしょ、39度になったら濡れたら。配信切って電話するしないよ。あんな。45ですよ、濡れ濡れ。ダメだよ、マジで。濡れるのは35までだね。35まで。だって、25って最初年齢言っといて、次30って言っといて、次39だよ。これはやりすぎでしょ？最初は25で、5個ね、ね、次30って言って、ね、5個をサバ読んでたぞ。30から39、9個だよ、サバ読んでんだよ。やりすぎでしょよ。全部合わせたら、何個サバ読んでんのって。14個もサバ読んでんだよ。やりすぎでしょ。それは。こっちも期待するでしょ、女も。ね、15の女抱けるなと思えば。ね、蓋開けてみたら49のババアだったらショックでしょ？ 29のババアだな、抱けるなと思ったらさ、蓋開けたら39だったら、こっちもさ、萎えるでしょうよ。女は年齢に負けたくない。私39でしょ？だからめいめい。それショックだもん。マジで。父がナスみたいになってるでしょ、どうせ。やだもんな、それはな。